はい、皆さんこんにちは、AK です。今回も動画を見ていただき誠にありがとうございます。今回のご報告はなんとモニターを変えました。以前のモニターがこちらだったんですけど、23インチモニターからこちらの27インチ 4K モニターに交換しました。 4K です。 4K にしてすごいなと思ったのが、元の表示にするとこんなになります。4分の1ですね。で、逆にこれだったら全然見えないんですよ、字が。で、結局モニターを 175% に拡大して使ってます。ただですね、アプリケーションに関して古いフォトショップ、こんな見てください、これもう字が見えないです。もうね、このちっちゃい字がもう読めない。最新のフォトショップはちゃんとそれが調整してあるみたいで、このように普通に表示されるみたいです。最新版はやっぱりよく考えられてますね。それでやっぱり気になるのが 4K 版のブルーエイですが、早速つないでみました。どれぐらい綺麗なのかちょっと確認したくて見てみようと思うんですが、ここね、 4K 比べてみるとね、このフォーチュンスターのマークの綺麗さがやっぱり綺麗です。字幕がめちゃ綺麗。綺麗に見えるけど正直わかりません。モニターのことはまあとりあえずこんな感じなんで、大きく違いがわからないんですけど、ついでにこれのレビューもしてみたいと思いますが、似てなくない？機器一発じゃねえし。それで中に何の説明もないです。もう中はねこんな感じ。代表的なシーン、2曲目のこのシーンにかかる BGM がいいですね。映画に準じた感じの CD アルバムになってます。ここのね BGM いいよね。これもしっかりと聞けます。ただね、何の説明もない、何の解説もないですから、 Amazon のレビューに竹坊さんが結構詳しく載っけてますんで、それ読んで確認するのもいいかもしれないです。竹坊さんのレビューとてもいいですよ。もしまだ買ってなかったら購入してみてはいかがでしょうか。私のレビューって言ってもこの CD しかないですし、アナログレコードは買わなかったんでレビューもできません。ただあまり音が良くないというのも聞きました。まあレコードですからね。ということで、今回はこのモニターを買ったっていうお話と、このCD の超簡単なレビューだけをしていました。それと見返して思ったんですが、日本語の保管されてませんでした。すいません。ということで、今回はここまでの動画となります。次回もよろしくお願いいたします。